何年ぶりのクワトロ？いつぶりだろう。久しく来てない。来てないですね。台本？台本来てない。来てないですね、多分。ありがとうございます。そういうこと？すごい、ね、すごいよ、この弁当。すごい。すごい。天かつってよかったね。いろいろ天だね。これにエビ天もそんな好きだね。もったいな。食べれないのしか食べた。私も来たもん、めっちゃ美味しそう。あ、ナスちゃん。ナスは好きだね。なんかすごくない？この卵。すごい。でかい。1本あたり473キロカロリー丸めた。すごい。僕ら何度でも何度でも輝くよ。未来に導くスピーカー。かっこよすぎる。よろしくお願いします。竹澤さんのリハのやつ聞いたんですけど、すごかったです。頑張りたいと思います。何と戦ってた？
番さ出るの、なんかここら辺とかさ。あ、ここやばい、揺れる。でもさ、ひなおちゃんもさ、ずっとここら辺もそうでしたよ、だいぶ前。ここら辺とかさ、やばい。こ、ね、間違えたんかな。なんか、ここら辺急に、うってなって。なんかライブ中にさ、なんか、どっかの繋がってるなんか大元のシーン。ちょっと変になるんですけど、それってやっぱりストレッチ不足でしょうか。いきなり力が入っちゃうんですよ。なんかこっち、そう、ここ、こうやってやると、ここが痛いの。あ、痛い。僕が痛い。尊重しちゃってる、つっちゃってる。伸ばさない方がいいと思う。どっち？伸ばさなくていいと思う。周りだけほぐしていったから大丈夫。海外の研究ではまずストレッチしない方がいいっていうところもあるので、え、急に動かせばいいと思う。うん、徐々に徐々になんかこういう、あ、そジャンプから始まって心拍下げるところからスタートして、動きの中でストレッチをするっていうのがインチされているところもあるんです。そういうことです、そういうことです。痛い痛いよ、めっちゃ。うわぁ、緊張した。スターリースカイ。